そうですね、まあアルハイゼンを演じた身としてはやはりカーベが気になると言いますか、まあ、カーベがいたことによって、その二人のやり取りがあることによって、アルハイゼンっていうキャラクターがより一層こう深みが出てきたと言いますか、気がするんですよね。その最初にカーベとのその喧嘩のシーンを、収録した際に、カーベとは、相対してほしいということを言われて、それが結構最初は難しい部分っていうのがあったんですよね。その僕の中のアルハイゼンの印象というのは、やはりそういう喧嘩すらこう面倒くさいというか、エネルギー使いたくないとか、そう思う人間なんだろうなと思いながら収録進んでいく中で、そのカーベに対してはこう嫌味を言ったりとか、そういうやり取りがあるのが結構最初は不思議で、そのディレクションをいただいた時もなかなかこう何度もリテイクして、あの完成のものに近づけていったんですけれども、それからこう収録が進んでいくと、やっぱりそこのなんて言うんでしょうね、カーベとのやり取りっていうのがアルハイゼンの人間性が結構現れていたりとか、おそらくそのプレイされている皆様も、そのカーベとのやり取り、なんかいつものアルハイゼンと違うなみたいなことを感じたりとか、そういうところに楽しさを覚えてくださったんじゃないかなと、感じておりますので、本当にまあ演じる中でカーベという存在は、僕にとってはとても大きかったです。